久しぶりに来れました。ありがとう。今日はアイライン短め今日はアイライン短めで行かせていただいております。こんばんは。今日はほんでちゃんとメイクしてるから、今日はちゃんとメイクしてる。我慢して落とさんかった落とそうと思ったけど落とさんかった。あ、レインボースタンありがとう。こんばんは。シッシー行ってくる。おトイレかなシッシーって懐かしいな。確かにちっちゃい頃、確かにトイレ行くときシッシとか言ってたな。言ってないか、言ってたか、ちょっと覚えてないわ。こんばんは。なんかさ、すっぴんも可愛かったよってさよく聞くやん。あ、てかすっぴんも可愛いよってさよくさ、なんかさ彼女が彼氏に言われてなんかあんまり嬉しくない言葉みたいなとかよくあるやん。実はみたいなTikTok で流れてくるんやけどさ、それほんまだって、じゃあせっかくメイクしてんのに、え、わかんねん、すっぴんでも可愛いよって言いたい、めっちゃ褒めてるのめっちゃわかるんよ。それが本当や、本当やとしても、けどやっぱりそうやね、メイクした自分の方が可愛いって思ってるし、まあでもすっぴんも可愛いよ、すっぴんも可愛いよって褒め言葉なの。今日わかんね。わ、ケーキありがとう。チョコアンパンください。あれね、駄菓子のね、ほんまに大好きなんですよ。そう、私のストーリー見ていただいたら、はい、わかる話だと思うんですけど、そう、昨日前田玲子ちゃんが、そう、あー、クマちゃんいっぱいありがとう、クマ。そう、玲子が駄菓子っていうか、まあ、お菓子かな。チョコアンパンっていうお菓子があるんですよ。なんか中にチョコ入ってて、で周りがパンのちょっと生地みたいな感じ、似た感じの生地に包まれてるちっちゃいこんぐらいのお菓子なんですけど、あれが私も昔から大好き でそれをレイコも食べてたんですよ昨日。ほんで、あーって、え、待って、それ好きな人マジ初めて会ったーって言って、好きっていうのを知ったので、そう、ほんで今日公演急遽出演するし、昨日も練習頑張ってたし頑張れって思って、そう、今日コンビニでさ、そうそうそう、買い物してたらあったからさ、あ、これもう、あの、気づいたら手に持ってた。レイコにあげようっていうよりもなんかもうパッて取って、そう、なんかレイコに渡したかったみたい。でもう渡すまでに5分もないか、3分ぐらいかかったわ。そのお菓子めっちゃハマってたわ。じゃあ今はあんまハマってないってこと？なんかマジあれはずっと好き。もっと量入っててほしい。あれさ、箱のやつも袋のやつもさ、もうちょい入っててほしいねんな。あんなすぐ食べちゃう、ちっちゃいから。あ
れはマジで昔から好き。よっちゃんイカ懐かしい。懐いな、よっちゃんイカ。ヤッピー。あ、お星、レインボースター、ありがとう。最近は、最近っていうか、駄菓子で好きなんだったら、あれも好き私。桜大根。駄菓子なんかどうなんか知らんけど。桜大根めっちゃ好きやねん、あれ。星集めてくる、ありがとう。マママジ桜大根無限にいける。なんか赤いでっかい大根の漬物みたいな。最近駄菓子とか食べんけど、桜大根だけは買って食べてる。ほんまに美味しい。言うてたって漬物ですよね、桜大根って。駄菓子屋さんに売ってるけどさ、あ、皆さん、あ、ぜひ、あの、知らない、桜大根知らないよって方は、あの、ぜひ調べていただいて、はい。生誕祭今年中にありそう、できそうな予感がしています。今年中に、まあ、またあのモバメに匂わせとくんで、モバメ見てください。モバメで匂わせとく。レインボースターありがとう、ありがとう。年内っぽいですね。よかったねよかったね。もうこれブルーライトカットが、うっ、すごい。これなんかまだ皆さんに出てないからはっきりとはなんかね、大きいこんな表で言えねえけどえ、この日でいいんですか私の生誕って感じですね、はいせっかくのこの日に私の生誕でよろしいって思った。あ、くまちゃんありがとう。でもこのブルーライトね、まだ 35% なんですけどね、カットめっちゃ反射する。休み取れんかも。どんまい、頑張ってお仕事。まあ、あの、詳しくはもばめで、いつ情報出るか分からんけど、まあ、詳しくはモバメで匂わせます。よろしく。あー、くまちゃんありがとう、星もありがとう。今日めっちゃ美味しいたこ焼き食べた。めっちゃ美味しいたこ焼き食べた。なんかやばかった。安いしめっちゃ美味しいたこ焼き食べた。全国旅行割の期間中で頼む。え、何それ、いつまでですか。全国旅行割の期間って
いつまで？こんばんは。今絶賛なんか12月お誕生日メンバーはなんか50万ポイント貯めるとくまちゃんクリスマスじゃない誕生日下でのくまちゃんがプレゼントされるみたいでゲットできるみたいで、くまちゃん欲しいなっていうことで皆さんにお星様投げ投げなどしていただいて、くまちゃんゲットしたいなっていう感じなので、ぜひ皆さん、指が空いてる方は、はい、お願いします。27日まで、ああ全然大丈夫もうほぼ言ってるようなもんやんこれ。その日に私の生誕でいいんですかと。27日までなら大丈夫だよって、もうこれもう言うてもてるようなもんですがな。これでなんか日にち変わったらごめんね。だからはっきり言えないんだ こんばんは。ちょっとね、そろそろだなんか おギフトはお星様とその誕生日用のギフトがあるみたいなんですよ。そう、それがカウントされるみたいです。へい、今日ねケーキも食べたし、そうもうなんかブーちゃんな食生活になっちゃったので、せっかくヘルシーで行ってたのに。そろそろね、毛も染めに行かないと。プリンになってる。ちょっとね、髪の形変えたいんですよね。カットラインっていうの？カットの仕方っていうの？まあ、なんかめっちゃボブにするとかじゃないんですけど、ちょっとやりたいのがあって、そう、あんまこれで崩さんけど、せーねん。でもなんか私この形あんま似合わんのよね、多分。似合わんっていうか、これよりももっと似合うやつがある気がして、そう、ちょっとチャレンジしてみたいなって。微妙やったらごめん。生誕前にちょっとだけ髪の毛を変えるんですけど、似合わんかったらほんまごめんウルフではないんですよね。ウルフは絶対しないんですけど、残念。髪色もね、なんか全然色落ち、もうちょっと抜けてほしいから明るくしたいんだよね。モヒカンか、あ、そうです、モヒカンです。すごい、なんでよかったんですか、すごい。お顔がいいので何でも似合います。ハート、こんばんは。
ちょっとだる祭り、ちょっとだる祭り。だる祭り、ありがとさん。だる祭り、ありがとさん。っていうのを教えてもらった。未来に、原さんに教えてもらった。そうそうそう、次やる髪の毛お相撲さんヘアやね。すごいモヒカンやし、そうお相撲さんヘアもできる。そうそうそう、すごいね、当てれて。何もヒント出してないのにすごいですね、当たるなんて。秘密にしとこうと思ったけどバレちゃった。確かにだるまはポイントに確かにならないんですけどね。そうそう、くまちゃん、くまちゃんをもらうためにはだるまはポイントにはならないんですけど、はい、すいません。でもありがとうございます。黄色、黄色好きだよ。黄色のだるま、黄色色。こんばんは。なんかこれ、これ見たらさ、ロングみたいじゃない。そんなことないか。こうやってこのぐらい近づいたらロングみたいじゃない。そんなことないか。ここが邪魔か。え、違うな。私のショールームってさ、だいたい髪の毛の話か、公園の話か、ネットフリックスの話してるくない？もうそれ以外聞いたことないもん、ほんまに。それか勉強の話。ネットフリックスおすすめありますか？ねえ、あれ、ジョジョ全部見終わったって言いましたっけ？ジョジョの奇妙な冒険全話見終わったって言いましたっけ？みんな聞いたよって人、私がジョジョを全話見終わったよっていうの聞いたよって人いますか？聞いてないよって人でもいいですよ。言ってた？言ってた？言ってた？言ってたか。ジョジョ見切ったのすごい、初めて聞きました。ほんまに？あ、どっちやろ、わからん。モバメで言ったかもしれんし、ショールームで言ったかもしれんし。いや、ほんまごめんし、すぐほんまに何でも忘れるから、ちょ、ほんまごめん。え、ジョジョって結構長いやん。しかも戦う系ってあんまりマジで私見ないんですけど、見ないんですけど、珍しくジョジョは見れました、最後まで。あんな長いのに、まあ、いつから見始めたんやってぐらいめっちゃ前から見てたんですけどネットフリックスいっぱいある。マイリスト見せてあげたいな、私の。もう何見てるか分からんぐらい見てるからな。またモバメにでも送るわ、覚えてたら。
こんばんは。あんまりドラマとか見ない。あー、ネットフリックスってドラマは見ないかも。あんまり韓国とかも見ないかも。ドラマか、アニメか、なんか動物系の、なんか動物に密着してるっていうか、なんていうの、動物の観察してるやつとか、海外の映画か、ホラーとかサスペンス怖い系かな、見るなら。ゴシップガール見始めたけど心折れそう。あれも私見てて折れかけたもん見終わったのびっくりしたわ、自分でも。私もちょっと早送りしつつやったけどな、ゴシップガールに関しては。もうその展開ええって思ったらちょっと飛ばしてたところはある。この時期みかんめちゃくちゃもらうから食べても全然なくならん。あー、愛媛みかん県あるあるかな。もう私はもう大阪に来てからそんなことがなくなった。昔はあったけど、ひいばあちゃんとかがそうくれてたけど、今はもうないな。もう食べきれずにカビ生えてたこと何回もあるもんな。みかんもね、みかん犬やったらかばんで済むもんな。今思えばみかん毎日食べれるなんて幸せじゃない。めっちゃベニマドンナ愛媛からたくさん送られてきた。おーい、うちにも送ってくれえ、住所は大阪府がらんよ。今大阪府って言ってくれて、私もしかしたらもう兵庫に住んでるかもしれんよ。みんな京都に住んでるかもしれんし。そう、なんか昔さ、お金払わなくても食べれてたものやからさ、なんかお金出して買うのがなんか嫌なんよね本当は食べたいんやけど、いやもう本当に食べめちゃくちゃ食べたいってなったら買うけど、なんか悔しいよね。いやほんまみんな送ってってみかん送って。みかん県やとだいたい知り合いが畑持ってるからな。え、そう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 、それやねほんまに。友達とかさのおばあちゃんおじいちゃんが畑持ってるとかね、あるよね。あ、寒っ。窓のカーテンの下からの隙間風ってない言うの、何これ、何風っていうの、寒い。はあ、寒い。一気に冬になった。あー、今日雨降ったから余計寒いか。そういや傘忘れてきた。まあでもさ、傘
全部ほぼ家にあるのって使ってるのってコンビニのやつとかさ、劇場から持って帰ってきたやつばっかりやからいいんやけどね、置いて帰っても傘忘れがちよね、雨の日ってほんま。そうや、なんかさ、誕生日の日って水曜日やん、12月21日って、ん？水曜日やな、ん？水曜日ですよね。でさ、水曜日ってレジコあるやん、めっちゃ行きたいんやけどって思ってる。めっちゃ行きたい。水曜日よな、レジコって生放送やで、めっちゃ行きたくない？最高じゃない？誕生日の日にラジオやりてーって思いながら、祈ってます最近ほら違う人やったから、そろそろ行きたい、誕生日やし誕生日やし行きたいな。B2 だからね、21日は公演。ラジコの出演は前日とかに知りますね。ねえ、今日チッチーさんって言っちゃった。チッチーさんって言っちゃったよ。チッピーさんの誕生日今日おめでとうございます。今年もフルーツ渡そっかな。何渡そっかな。いや、そんな直前ですよ、いつも。出たいなぁ、21日のラジコ出たいなぁここで言っても、そうやな、 BKB さんもお誕生日ですよね、おめでとうございます。ちひさんのツイッターにもコメントされてたのをたまたま見かけました。ね、今月あれないよな、夕方昼方 NMB。 ツイッターで叫んでみる？めっちゃやばいやつじゃない？なんで叫びます？ツイッターで12月21日って水曜日だな、ラジコーだな、行きたいなってつぶやくってこと。え、なんでつぶやいたらいやらしくない？いやらしいも何もないかだってマネージャーさんが決めてるからさ、ラジコってその週の出演者をいつも月曜日に発表してるような。ほんま？待って、あっちが早いってこと待って、私たちが知るよりもラジコとか FM 大阪のあのサイトに発表されてるのが先ってこと。じゃあそっち先見た方がいいってこと。今日は今日土曜日か。今日土曜日なんや。じゃあ明後日まで待てば。なんかさ、誕生日って別に何もないけどさ、こんな年になってきたらもう賞味、年重ねるごとにさ、誕生日でテンション上がるっていうか、あんまなんか減ってくるやん、きっと。
そんな、なんかね、やけどなんか変に無駄にそわそわはしちゃう気がする。どう、みんな、なんかドキドキそわそわしちゃう。でもさ、言って20、絶対だって20日の夜日付回って21日になるじゃん。その習慣で絶対一人なわけよ、0時はさ。それもなんか寂しいなとは思う。一人で誕生日の日を迎えるの、まあ夜はしゃあないか。いや、ほんまにだんだん年取るの嫌になってくる。ほんとに嫌マジ同い年やけどめっちゃ楽しみなんやけど。あ、お誕生日が、まあ人それぞれか。なんかもう私はさ、なんやろ、一人暮らしやからとか関係ないかな。なんなんやろな、もう21、もう21年生きたから早く老後迎えてゆっくり暮らしたい。おー、早いんじゃ。まだまだこれからを楽しもうね。いや、でも一番20代前半が一番楽しいんかな。どうなん、生き生きしてる時期なんかな。どうなん、一番楽しい時期なんかな、20代前半って。一周回って最近は誕生日楽しみになってきてます。あ、一周回ったら楽しみになるんか。なるほどね。じゃあ私もきっとその時が来るだろうね。私も誕生日迎える瞬間も一人ですね、きっと。う、みんな祝いに来てや怖い怖い混んでいいですけど、来ないでほしいですけど、はい、みんな祝いに来て。どこに集合する、どこがいい、あの劇場の上のドンキの前にしとくじゃあそういうことで0時ちょうどに0時ちょうどに行きますか。え、皆さん的にこの年齢が一番輝いてるんちゃう、輝いてるっていうか、この年齢一番いいなって思う年齢っていつですか。何歳が、人それぞれちゃうんかな。正直今が一番楽しいまで、楽しいのであります。いや、まあそれもそうやね、今が一番楽しいのが一番いいことです。あー、27歳、あ、20歳になった時もうね、確かに永遠に20歳でいたい気持ちもある。だって20歳ってさ、なったら何でもできるやん、20歳超えたら一人で。中学生の時、なんでなんで、二十歳か。やっぱこのカラコンいいな。これがあの、いつやっけ、いつもよりも目に光があるってモバメで言ってた時の公演のにつけてたやつなんですけど、これやな、絶
対私定端でこれつけるから、まあ、みんなよろしく。これやな、やっぱこれがいいな。目キュルってするよな。いいな、これに決まりや。そう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 、レイコも、前田レイコちゃんも可愛いって言ってくれたカラコンです。あー辛いもの食べたい、辛いもの食べたい。最近はハバネロペッパーをいろんなものにかけて食べるのにハマってます。いやまあカロリーはさあるやろうけどさ、なんか脂っこいものとかさ食べるよりかはマシかなって思って、辛い麺とかよりかはマシかなって思って、もうブワーかけてサラダチキンにブワーかけて食べてる。辛いものマジで美味しい。マジで私は生誕が終わったら韓国料理を食べに行くってもう決めた。あと辛いもの一緒か、韓国料理も辛いものも一緒か、一緒に取れるか、絶対行くから。でチヒさんとも動物園行くから。この前チヒさんがストーリーで動物園行ってるの載せてたから、動物園一緒に行きましょうって言ったら絶対行こうって言ってくれたから絶対行きたい。そう、あんまりね、この前は早朝からお仕事前に早朝から小島にちょっとこの仕事の前行けそうやからさって早朝からどうって動物園に誘いました。もう開園時間とともに行こうかと思ったけど断られました。まあ私でもあんま動物園に興味なかったら確かに断る。9時半からなんですよね動物園。そうそうそう、ダメでしたわ。未来は動物苦手やしさ、そうこれはちひさんやと思って。でさ、動物園ってなんかあのプリクラ機あるじゃないですか。プリクラって言っていいかどうかもわからん、まあ、記念プリントできる写真撮れるやつあるじゃないですか。あるんですよね、それ撮りたい、一緒に行って。そうや、よいしょ、この言ってくれたらみんなで行くのに、あーそれは大丈夫です。逆にファンの人いたらちょっと私帰るかも。ちょっと帰るかもしれんね。このこれは小島と上西さんと京都市動物園に行った時に撮ったんです。あのほら京都見えないの反射して、京都、これ動物のこの後ろの柄も全部選べて、全部でこの後ろの柄だけいろんな動物バージョンがあって選べたんですよ。でもさ、もう何の加工もされんし肌の何もされんし本当に画質えぐいんですけど、まあなんかレトロな感じで逆にいいなみたいな。であのさ、ここの URL なんていうの、 URL じゃない QR コードがあってスマホでもダウンロードできたから、そうそうデータでもあるんですよ。めっちゃよくない？一番これが漏れてる一番右のこれ可愛いね。私が可愛い。チンパンジーもいる。そう、これの天王寺動物園バージョンもきっとあったから、それを
ちひさんともし行った時には撮りたい。なんか別にさ撮らんでもいいやん、携帯の写真があるけどさ、やっぱなんかこういうのっていいよね、よくない？部屋にも飾れるし、いいなって思う。でもねこれ600円かな1枚、このしかも皆さんこれ1枚ずつ出てくるんじゃなくて、これ1枚で600円です、このこの。まあでもあの画像でね携帯で撮れるから、まあ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 って感じですね。思い出だしね、普通のプリクラではないので。そう、一人で行ってる時もどうしよう、一人でも撮ろうかなとか思うけど、別に一人でそこのプリクラ機に入るのが恥ずかしいとかでもないし、けどなんかせっかくなら誰かと行った時に行きたいなみたいな。あとあれもしたいの、あのね天王寺動物園とたべっ子動物のなんかキャラクターの置物みたいなのかながコラボしてるやつがあって、そうガチャガチャがあるんですけど、それも回したいなって思ったり、もう一人で回すのもなってガチャぐらい一人で回したらって感じなんですけど、その出た時の反応をさ誰かとなんか楽しみたいやんって思って撮っておいてます。そう、もうなんか入り口とかのところとか通路のところとかにブワーってあのほんまにえげつない量置いてありますよ、ガチャガチャ。え全部このガチャガチャみたいな。とか天王寺動物園はまあ、まあ、でも各動物園あるかな、フードがねやっぱ動物園もあるけど、あれも気になるやな、なんかキリン、いやただのホットドッグなんやけど、キリンのホットドッグとか、あとその動物園の各さそのフードコートみたいなグッズショップがあるところとは別に、道歩いてたらなんかキッチンカーみたいなのがいくつかいろんなエリアの至る所にあるんですけど、そこで売ってる揚げ物たちが本当に美味しすぎる。チュロスもあるし、なんやっけな、なんかチキンラーメンを周りにまとったサクサクの中チキンみたいなのとかあったり、多分チーズドッグとかもあったんかな。もう全部もう誰もが好きであろう揚げ物たちが集結してて、うわこれも食べたいなって思うけど、一人の時はやめとこうと思って、誰かと、そう楽しむ時に撮っておきたいなと。そう、なんかでも最近行き始めて抵抗なくなったけど、動物園で食べ物食べるのってちょっとなーって思ってたけど、最近あ全然いけるわってなった。食べたいってなってきたから、そう、しかも12月の誕生日の動物さんたちもたくさんいるから、本当にマジで毎日行きたい、行けるなら毎日行きたい、本当に毎日行きたい。でもそれは絶対無理。鳥の前で唐揚げはやだ最悪。絶対嫌や炎上炎上、それ SNS 載せたらもう炎上やせんけど、それぐらいちょっとやばいね。でもあとあの今動物園ねなんか工事してるから、そう通れないとことかもあるんよな。あれ何の工事してるんやろ、動物園で工事って何してるんでしょうね。
最近もう新たに工事する場所ができて、そう、あれこの前までここ通れてたのにってとことかあって、あ、これ今私の使ってるポーチなんですけど、このキーホルダーつけてんの、あの京都市動物園で小島たちが誕生日プレゼントで買ってくれたものたちの一つですけどさ、これね、これとなんかタオルとかもくれたんですけど、なんか天王寺動物園にもこれもやし、タオルも売ってた、売ってたんよ、ゴリラおらんのに売ってた、天王寺動物園にも。でもゴリラのぬいぐるみはなかったから OK。動物園の話してたら行きたなってきたわ、早く会いたいな、お猿さんたちに早く会いたいな。え、そういないっすよね天王寺動物園ゴリちゃん。あ、いたことはあるんですか。え、天王寺動物園にゴリラがいたのはかなり昔、え、いたことあんの、マジ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 どこに、ほんまに、ごめんなさい、全然まだまだね知らなくて、天王寺動物園のこと。こんばんは。北海道のノースサファリ札幌楽しいよ、北海道行きたい、いやほんまに人生で一回はマジで北海道行きたいって思ってる、ほんまに。しおんさん一緒に北海道連れてってください。13位、なおさん、12位がくわさん、11位がエンドロールさん、10位が大阪の前はなぎさまさん、9位がぶっちゃんさん、8位がまさっちさん、7位がなかなかさん、6位あおいさん、5位があずさん、4位がなべさん、3位があきぶーさん、2位がかんちゃんさん、1位がいいとさんです。ありがとうございます。皆さん今日もたくさんバースデーおギフトだったりお星様だったりありがとうございます。今何ポイントなんだろう、50万ポイント達成でくまちゃんぬいぐるみゲットなんですけど、今何ポイントなんだろう、なんかさ気まぐれでここに出るくない、気まぐれでここに出るよね、なんか気まぐれっていうか多分決まってるんだろうけどさ、出るタイミングはいつ出るんだろう、ここに後で見れるか、そう21日の23時多分59分ぐらいまでかな、なのでそれまでマジで貯める、もう5分ほどやってくれれば3周できるのだが、え、マジ、じゃあやるじゃあやる、ごめん、もう一回じゃあ後で読むな、ランキングあと5分ほどじゃあやるなよくここにそう引っかかってな、引っかかることある、多い。あ、待って、うわ、あ、またピ
アスなくしたと思ったらつけてたわ。もうね本当にピアスってさすぐなくすくない、そんなことない？なんか私たちってさ普段つけててもさ、お仕事とかさ外さな、公演とか外さなあかんことの方が多いからさ、外してバッグのポケットとかポーチのポケットに入れてても気づいたらなくなってるんですよね。皆さん今日も一日お疲れ様でした。まあ土曜日で休みの方もいるかもしれないんですけど、お仕事の方もいらっしゃるかもしれないんですけど、皆さん全皆さん今日も一日お疲れ様です。しおりちゃんの夢ってゴリラ、夢がゴリラっていうのはちょっとどういうことかわかんないんですけど、うん、違います。夢ゴリラ、ゴリラになることってことですか？ちょっと違うかな。ガチかわいいな、やってありがとう。ガチかわいいな、ありがとう。嬉しい。ああ、市川みおりさんみたいな感じでってことね。あ、全然違います。はい、すいません。全然違います。なんかさこの前なんかで見たんですけど、重い毛布の方がいい睡眠が取れるみたいな、なんかどっかで見たんですけど、見た人いません？なんかなんやっけな、理由忘れたな、そこ重要よな。一番そう重い方がいいって見ました。なんでかは知らんなんでやっけマジで。いやまあまあ調べてみてください。本当に重い毛布睡眠にいいとかみたいなワードで調べてみて、マジで。嘘やったらごめん。え、なんかそれ聞いたことある。え、よな、最近私は最近知った。動けなくて金縛りみたいになりそう。あー、まあ、じゃあ極度にそんなめちゃ重いみたいなんじゃないですよ。ある程度なんかいい感じの重さだとは思いますけど、ツイッターかなんかで見た気がする。え、そうよな、そうよな見ない人もいるみたい。ぜひあの調べてみてください。そうだから、でも私は結構割と重めなのを使ってる方なので、あ、よかった、やったと思った、まあ、それでなんか、あ、今出てるポイント26,072ポイント、わあ、2万じゃないな、ごめんなさい、私本当に今日もね、私本当にバカすぎて自分でもびっくりで、関東のことを関西って言ったり、何やっけな、ひろこさんのことを幸子さんって言ったり、もう漢字が読めなすぎて、で数字もできないから、20万ポイントです今。いやー、ありがとうみんな、この1時間ぐらいで、1時間も経ってないか、ありがとう。あとじゃあ3、指使わないと無理なんですよ。123、あと30万ポイントみんなありがとう。星様投げてくださったり、バースデーおギフティングなどありがとうございます。熊に一歩近づきました。
変なコメントしたのでカプセル投げておきます。あ、どうも変なコメントした、ありがとう。あ、靴下脱げた靴下脱げた。今日の靴下はクレヨンしんちゃんの靴下です。じゃあもう一回、あ、ちょうど変わったしよう。も13位なおさん、12位がくわさん、11位がエンドロールさん、10位が大阪の渋谷はなぎさまいさん、9位が、なかなかさん、8位がまさっちさん、7位がぶっちゃんさん、6位が葵さん、5位があずさん、4位がなべさん、いいね、2文字2文字であずなべ、3位があきぷーさん、2位がかんちゃんさん、1位がいいとさんです。ありがとうございます。2回目なんですけど、すいません、2回目なんですけど、今日ランキング、ありがとう、みんな今日も忙しいのに一日のこんな終わりに見に来てくれてありがとう、マジでラブです、ありがとう、お疲れ。じゃあまたきっと明日は、明日はそうですね、何時にできるんだろうかな、またまあできるだけ事前に言おうとは思う、やる時間、まあでも夜かな、また明日もやるんでぜひ来てください。じゃあありがとう、おやすみー。